皆さんこんにちは、ハヤトのハムスター実況です。僕の可愛いチビちゃんが牛乳パックを食い散らかして姿を消してしまいました。一体どこに？ってそこにいたんかーい。改めまして皆さんこんにちは、ハヤトのハムスター実況です。今日はね、この子たちにおやつをあげていこうと思うんですが、中でも特にこの子、このチビちゃんというハムスターは非常に臆病で僕の手に近づかないような子だったんですけど、だいぶね仲良くなったんで、今日はその様子を皆さんに見ていただこうと思いカメラを回しております。自分で言うのもなんですが、非常に心が洗われる動画となっておりますので、どうか最後までごゆっくりお楽しみください。さあ、パステルちゃんも出ておいで。とまあこんな感じで、ここには3匹のハムスターいます。チビちゃん、ミミミ、パステルっていうね名前のやつです。チビ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 ちゃん、ほらチビちゃん、チビちゃんこれ好きだね。なんか知らんけど、この甘えん坊チビちゃんがめっちゃ好きで、本当に喜んで食べてくれます。耳ほら、耳よいしょ、耳耳耳耳耳くん、耳耳キュン、耳耳キュン、耳耳くん、ファンのかよお前。この子は食べてくれません。パステル来た、呼んだら来ましたね。パスちゃん、パス、パス食うか。1個ないかな。これパス、どうぞ。この子は加えてどこかに隠し持っておくっていうタイプの子です。ブン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 。はい、じゃあおにごちゃん呼んできました。おにごちゃん、場所が悪かったのか、メスハムスターの匂いばかり気にしていましたね。おにごと言っても普段も食べないんですけど、パステルちゃんの匂いの方が気になっちゃうか。一体誰が考えるのか、世の中には便利なものがあります。もうすでに皮が剥いてあるひまわりの種、ひまわり剥いちゃいましたってやつですね。これをね、今日は揚げて好感度アップだぜ。チビちゃん、チビちゃん、チビちゃんごめん、チビちゃんね、2つがいてて2つがいしとっか。さあチビちゃん来るか。あ、チビちゃんが、チビちゃんが、ちょっと待って。なんとあのビビリだったチビちゃんが僕の手に前足を乗せてくれました。これは僕にとってはかなり革新的なことで、例えて言うならテレビゲームのコントローラーにアナログスティックが装着された時のような感動を得ました。先ほどから見ていただいていると思うんですが、最近は特にね、名前を呼びながらご飯をあげるということを心がけています。あと動物って高い声に反応することが多いらしくって、僕はどっちかっていうと声が高い方なので、それも功を奏したのかもしれません。君って声高いよねってよくバカにされたんですけど、こういうメリットもあります。朗報です。上からも下からもハムスターに好かれます。まるで気分はムツゴロウさん。チビちゃん、そんな時でした。チビちゃん、チビちゃん、あ、チビちゃんが、チビちゃんが、チビちゃんが、なんと、チビちゃんがね、あ、来たー、チビちゃん来たー、チビちゃん来ました。チビちゃんが生まれて半年経ってやっと初めて手に乗ってくれました。ただ外に出たかっただけという説もありますが、これは大きな前進です。とにかく焦らず名前を呼びながらご飯をあげるというね、皆様からいただいたアドバイスをもとに、なんとかここまで仲良くなることができて本当に感謝しております。一度自分から手に乗ってきてくれると信頼をしてくれるのか、その後もねこんな風に連続で乗ってくれるようになります。まあ大体寝て起きるともう次の日には忘れて、大体ね3歩進んで2歩下がるって感じなんだけどね。ほんとね、その繰り返しですよね。世の中には手の中で食事してくれたり、手の中でお昼寝してくれるハムスターもいるらしいです。動画で見たことあるけどね。そこまでベタ慣れすることはなかなか難しいと思うけど、こうやって仲良くなるとどうしても期待しちゃうとこありますよね。てかお前うるさい。とはいえね、心を少しずつ開いてくれて、なおかつ元気で健康にいてくれるこの子は、これ以上ない喜びを僕に与えてくれますので、あんまりあれもこれもって欲張っちゃダメですね。そんなわけで今日も動画を最後まで見ていただきまして本当にありがとうございました。
皆様からいただくいいねやコメントは僕の元気の源でございます。これからもどん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 いろんなハムスターの動画出していくんで、よかったらまた見てください。それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら。